NHK 連続テレビ小説、エール、が土曜午前8時の第10週5話、分、1から5日のあらすじを紹介します。音楽学校の記念公演に向けて、椿姫の稽古が始まった。千鶴子、小南真由子との争いの末に主役に選ばれた音、二階堂ふみは、総浦玉城、柴崎コウから自分に足りない技術を死ぬ気で磨くように、激励される。ある日、古山家に、鉄を、中村葵が、放れる。雄一、久保田正隆と一緒に、福島行進曲を作った鉄夫は、作詞家になる夢を叶えるために、福島から上京してきた。木枯らし、野田洋次郎が、作詞家の高梨一太郎を雄一に紹介する。高梨は、雄一の、福島行進曲を聴いて、自分の詩の、船頭かわいいやに曲をつけてほしいと頼みに来たのだ。一方、音は記念公演に向けて、稽古に励むが、なかなかうまくいかないとき、菅が、弦で、コツをアドバイスして、音を励ます。雄一が作曲した、船頭かわいいやは、レコードになるが全く売れず、雄一は契約解除の危機を迎える。音にお願いされて、曲を聴いた菅は、とてもいい曲なので、自分に歌わせてもらえないかと提案。菅の歌唱によるレコード化に向けて、コロンブスレコードでは、廿日市、古田新太は、大賛成だったが、小山田、志村健は、音の妊娠がわかり雄一は大喜び。音はいずれ退学しなければならないが、いつか歌手になる道に投げるためにも記念公演の椿姫だけは、やり遂げるつもりでいた。稽古の終わりに、みんなにその旨を伝えるが、周囲は困惑している様子だった。菅から、たとえお腹の子供が、危険なことになっても舞台に立つプロとしての覚悟があるかを問われた音は思い悩む。つわりで体調が優れない音に雄一は、稽古を休むことを勧めるが、音は機嫌を悪くしてしまい、その後、恩がいなくなってしまう。あちこち探し帰った雄一は、音の姿を見つけて、